続きまして、今横田先生は第1部の、まさに亡命者を扱った部だったんですけれども、次に第2部、歴史の中のローカルとグローバルのつなぎというところで、石田健先生がですね、第3章、地中海におけるヨーロッパ内植民地をお書きになっておられます。それでは石田先生、よろしくお願いいたします。はい、石田健と申します。よろしくお願いします。時間があれなので、一応画面の共有で、ワードで1枚プラノにいたしました。見えてますでしょうか？大丈夫でしょうか？はい。それほど、逐一あれするほどのものではないので。ですけれども、この論文っていうのが、どういう特徴を持ってるのかということを、簡単にご説明するということになります。で、通常、その植民地の話というのは、得てして、支配してる側の方が、その大国がどういうことをしたかということがほとんどの、話になっている。それを、少なくとももうちょっと関係性を、重視した、中身を、できるだけ議論したいという、そういうことで、この論文が、書かれています。で、最初にそのなぜヨーロッパ内の植民地はアジア、アフリカなどの場合と異なるのかということなわけですけれども、当然これ、キリスト教世界が前提となっているほとんどの植民地大国はそうだったわけですけれども、そういう中でアジア、アフリカというのは、もう人種も違えば、異教徒であるという、こういう話だったわけです。ところが、ヨーロッパ内の植民地というのは、人種も一応、白色人種というものであったり、あるいは、それが東方教会であるにせよ、キリスト教世界であると、こういう人たちの場合に、今まで自分たちが、キリスト教徒で、より優位で、文明的であるというふうな、そういう言い方はもはやもうできないという、そういうこともあって、どういうふうにしたら、その植民地として意味を、持っているのか、そこが非常にそもそも問われていたということがあります。そして、本国と植民地の、その中間的な存在、つまり、植民地というふうにだけでやっぱり位置づけるとまずいということで、本国の直轄領のような扱いで、より統治を行おうと。で、とりわけて、この、問題にしました、ドデカネス諸島の場合は、いわばそうしたモデルケースとして、統治しようというふうに、イタリアは考えたということになります。実際に、リゾート開発をやって、チャーチルとか、サマセットモムとか、有名どころまで、ツーリストとして、招致するというようなことで、いかに自分たちが立派に、ヨーロッパ内植民地を統治しているのかということを、誇示するという、こういう、流れが一方であったということになります。で、これは相変わらず、支配する側の方の話なんですけれども、しかし国際関係はもうすでに相当変わっていて、国際連盟という新たな国際システムがもうすでに第一次大戦後は登場している。で、そうすると、その一応民族自決という原則を、ウィルソンが掲げ、国際連盟も一応ヨーロッパの中に関しては民族自決ということを、謳う。そういう中で、植民地にしてしまうというのは、やっぱりどうしても矛盾していると言わざるを得ない。で、そうなってくると、民族自決原則というものが、その抵抗の一つの基盤になっていく。このドデカネスの場合で言えば、ギリシャに、統合されるのが望ましいというふうに住民が、主張するという、こういう流れになっていってしまうわけです。で、そうなってくると、これは民族自決原則を一方では言いながら他方で植民地化しているということについての矛盾がより際立って指摘されることになると。
で、そのいう中で、国際連盟のシステムの中で、委任統治領というものが、植民地を正当化するための、一つの手段として使われたというような、指摘がそれなりにあるわけですけれども、しかし、実はドデカネスのような場合にはですね、それを逆手にとって、任統治領になることで、イタリアの直接支配から逃れようと、そういう試みがいろんな形でなされると、任統治領の、その任統治をする主体がイタリアではなくて、ギリシャであったり、あるいはイギリスであるというような形で、今の現状から解放されるということを念頭に置くような、主張のされ方というものもしてくることになります。これは少なくともその支配されている側の住民側の方の、議論の文脈になってくるわけです。で、その、じゃあ住民たちが、実際にその抵抗を行うときに、その帰属とイドネグルアイデンティティというふうに書きましたけれども、一方では、その統治の間にどんどん貧しくなっていってしまった住民が、好むと好まざるとに関わらず移民していくという、こういう状態が起きてくるわけです。で、その中で、まさに新たに、海外に行った先で、そのドデカネス諸島のギリシャとの統合を主張するようなネットワークが作られて、そのネットワークによって、植民地反対運動が展開されると、こういう非常に、ある意味ではグローバルな展開というのがあるわけです。で、他方では、現地の方では抵抗の新しい形として、そうしたグローバルなネットワークと結びついた形でローカルな抵抗が行われ、で、他方では、男性が移民でいなくなった、人口が著しく女性が多くなっていくような状態の中で、住民の中から女性を中心とする抵抗運動が、起きていったということが、ドデカネスの場合に、非常に象徴的に、現れてくると。こういうようなことが見られていったわけです。で、そうしたヨーロッパ内植民地というのは、地中海の中でどういう意味を持ったのかということを見ることによって、そういうさまざまな関係性、この本の一つのテーマである、ネットワークの中で、抵抗とさまざまな運動が展開されたという、そうしたお話であるということであります。大体5分ということですので、ほぼこれぐらいで、打ち止めにした方がよろしいかと思いますので、私の方の報告は、これで、終了としたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました、石田先生。このウェビナーはいつも他の館でもそうなんですけれども、本当にかいつまんでそれぞれの章のお話をすることになるので、もうちょっと詳しく聞きたいというご意見をいつもいただくんですけれども、もう少し詳しい、お話につきましては、ぜひ、こちらの、本の方をですね、お買い上げいただきまして、ぜひご読みいただければと思います。でも今、帝国主義時代、ギリシャにおけるですね、ドデカネス諸島の持つそのローカルから、グローバルへの、俯瞰という、そういう視点は、これは東証地域においてはいろいろと、見られるわけなんですが、その意味では、日本の沖縄の事例も一つそういう位置づけで考えられるということがあるかと思います。で、第4章はですね、佐藤幸雄先生に沖縄はどこから来てどこへ行くのかというテーマでお書きいただきました。それでは佐藤先生、よろしくお願いいたします。ミュートを外していただけますか。はい、よろしいでしょうか。はい、大丈夫ではい、す。どうもお話をさせていただく機会をいただきありがとうございました。私の、本論で、述べたい、あるいは、述べたことはですね、
大きく分けて3つほどになろうかと思います。ただ、本稿を書くにあたって、1月、今年の1月ですね、千葉大で研究会をやったあと1ヶ月ばかり、沖縄辺野古に泊まり込んでですね、そこで住み着きながら、辺野古の、今置かれている状況、あるいは辺野古の人たちが、辺野古に今集ってくる人たちが何を考え、何を構想しようとしているのかというのを、探りながら、この論文をまとめてみようという、試みで、書いたものであります。またそういう意味で言いますと、非常に、本書全体の私の論文の位置づけもそうなんですけれども、やや質の異なる、また分かりにくい思想的な問題にやや傾斜しているのではなかろうかということで、違和感を持たれる方も中にはおられるかと思います。そういう意味で、ここで、この、お話を説明させていただく機会を与えてきていただいたことをまず、感謝したいと思います。で、辺野古で、今起こっているこの沖縄の問題、沖縄が提起している問題、これはいろいろ本土にいる、我々には直接的に把握するということができないような、情報環境にあるということを踏まえて、今この沖縄で、この岸の島から脱してですね、自らアジアの、東アジアの空間、とりわけ、この注目しておかなきゃならないのは、沖縄、台湾、香港、チェジュ、こういう東アジアの地域空間の中で、ローカルな人々の、水平的な、この水脈をこう、非常に細い線ではありますけれどもつなぎ合わせながら新しい、沖縄の位置づけというもの、あるいは立ち位置というのを求めていこうという試みというのが、この辺野古の人たちの中にですね、存在している、芽生えているのではなかろうかというふうに、思います。つまり、これまでの、この、反基地闘争というだけではなくて、この世界的に展開している側面でもありますけれども、国境横断的な、抵抗と独立という、思想とこう共鳴し しながらですね、沖縄というのはこの単に、この反基地闘争というだけで、にとどまるのではなくて、新しい、地平を切り開こうという戦いが、あるいは試みが、辺野古で、見ることができているのではなかろうかと、そういう、ことを踏まえながら、そういう問題をじゃあどのように捉えたらいいのかということで、本書で、に大きく、息をしたのがですね、つい最近、突然、亡くなってしまいましたけれども、デビッド・グレーバーの、アナーキズム的展開という、こういう思想というのは、彼自身が世界のこの抵抗運動にさまざまな影響を及ぼしてきたという言葉ありますけれども、彼が提起するマダガスカルの事例から学んだ、いわばアナーキズムという思想が一つの大きな切り口になるのではなかろうかということで、この、彼の、論理というもの、考え方というものを、この再評価するということが必要になっているのではなかろうかということであります。で、ここでいう、アナーキズムというのは誤解が あってはならないので、本書で強調したかったのは、単に、無政府主義という政府無政府状態というのを指すのではなくて、いわば非中心的で、自主的な、この連合で相互扶助的な共同性というのを獲得していく、今デモクラティックな社会の構成原理がアナーキズムなんだと、こういう観点から言えば、まさにこの辺野古の状況というのは、あるいは沖縄の状況というのは合致する、そういうところに、展望が開ける、あるいは解明する糸口があるのではなかろうか、そういう、
ローカルな場で実践される、まあ、問題解決の方法というのは、まあ、アナーキズム的思想の原点にあ あるわけですけれども、これは、まあ、グレバーに頼らなくても日本の19世紀期にあったですね、こう日本に、アナーキズムというものを持ち込んだこの思想家である石川三四郎の原点にもそういうのを見出すことができるのではなかろうかというこというふうに思って、まあ、そういうものを掘り起こすということも大事な作業ではなかろうか、まあ、そういうことからですね、今日、まあ、コメンテーターでご参加いただいている木俣先生はですね、20世紀の世界歴史という、まあ、岩波新書の中でですね、沖縄の独立という問題を決して20世紀の歴史として忘れてはならないんだということが明記されているように、我々はこの沖縄の独立論というのはですね、まあ、いろいろな知的系譜を伴いながら現在に生き続けているということを、まあ、考えていく一つの手立てを提供できればいいかなというふうに思っているという論文だということでございます。以上です。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。佐藤先生、短くコンパクトにまとめていただきましてありがとうございます。はい、それでは続きまして同じく第2部ですが、まあ、戦艦機の、まあ、ローカルとグローバルの問題なんですけれども、まあ、島嶼地域、ドデカネス、沖縄ときて、今度はまたちょっと違う、太平洋というですね、むしろ広い地域になりますけれども、千葉大学の高光義恵さんからですね、戦艦機におけるアジア太平洋広域ネットワークをめぐる官民の相互作用というテーマで第5章をお書きいただいておりますので、高光さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。千葉大学の高光義恵と申します。私は第5章を担当させていただきました。本章は太平洋問題調査会IPR を事例に、戦艦機におけるアジア太平洋地域を関係性の観点から分析するものです。IPR におけるどのような関係性の変化によって IPR が主体として立ち現れ、また消えていったのかを明らかにしようとしました。まず IPR というのはどういう団体なのかといいますと、1925年に設立されたアジア太平洋地域の広域ネットワークです。アメリカ人主導のネットワークでしたが、設立時からアメリカ支部以外に日本支部、中国支部、カナダ支部、オーストラリア支部、ニュージーランド支部が形式上は対等なものとして置かれたトランスナショナルな組織でした。そしてトランスナショナルな組織でありつつも、支部の言語がナショナルカウンシルであることからもわかるように、ナショナルな単位を自明視した組織でもありました。このような性質の組織であるにもかかわらず、IPR は一貫してその非政府性をレトリックとして重視していました。そこで筆者は政府関係者にとって非政府性の意義と、非政府組織当事者にとっての非政府性の意義、そしてその両者が交錯する状況を論じることによって、どのような関係性の変化が IPR 主体として立ち現れさせ、また消し去ったのかを明らかにしようと考えました。戦艦機の政府関係者にとって、民間主導の広域ネットワークは、自らの政策を実現する間接的な手段として重要な意義を持っていました。ただし、IPR を自国にとって積極的な意味を持つと考える政府は、IPR が存続した1925年から1960年まで次々に入れ替わりました。その詳細は本書を読んでいただければと思います。一方、非政府組織当事者、この場合 IPR 関係者にとって非政府性はどのような意義を持っていたのでしょうか。まず IPR が非政府性の重視を声高に叫ぶ割には、実際の行動においては大して重視していなかったことを確認しておかなくてはなりません。しかしそれにもかかわらず、レトリックとしての非政府性を重視したのは、
そのことによって国際政治に影響を与える主体としての正当性を確保したかったと考えることができるでしょう。また、政府関係では成立しない枠組みを追求するためにも非政府性のレトリックは有効でした。結局、IPR が強力な主体として立ち現れる兆候が見え始めたのは日中戦争でした。そこに至る関係性の変化がどのようなものであったかというと、まず IPR をアメリカと見立てた各国政府の接近が最初のステップで、このような各国政府の意向が IPR の国際事務局長をして、自身の国際政治への影響力を自覚させたことが第二のステップとなりました。しかし、それだけでは十分ではなく、アメリカ政府と IPR の関係性の変化が必要とされました。1930年代末には、アメリカ政府は IPR をポリティカルミッショナリーと位置づけて、広報外交に利用するだけでなく、情報収集ルートとしても活用しました。さらに、太平洋戦争が始まると、IPR の知識人たちは政府の各部門に組み込まれ、IPR 会議という場自体も大きな影響力を発揮していきます。ところが、第二次世界大戦が終結すると、IPR と各国政府との関係は再び変化し、冷戦とマッカーシズムの中で解散に追いやられることになりました。もっとも、IPR が日中戦争以降、主体として立ち現れてくることは、IPR の総意というわけではありませんでした。詳細は本書を読んでいただければと思うのですが、むしろ国際事務局の主体化というも言うべき現象であったと言えます。私からは以上です。大変コンパクトにまとめていただきまして、高光さんどうもありがとうございました。